本日、サー・ピーター・パーカー・ボードに参加させていただき、誠に光栄に思っております。本日のテーマとして、日本の音楽業界の付加価値について話させていただきたいと思います。僕はここサースで音楽を専攻しました。皆様、音楽を聴きますかおそらく大半の人は聴きますと答えるかと思いますが、近年、 音楽の商品の仕方は著ししく変わってきました技術やインターネットの普及に伴い、携帯ミュージックプレイヤー、iPod などの革新的な商品が相次いで台頭しました、そして従来、CD 販売に下支えされた音楽業界は、現在、厳しい状況に陥り、年々市場が市、市場の縮小が進んでおります。 にもかかわらずこの逆境を切り抜けている実例もあります話は僕の個人的な10回から始まります2010年8月22日東京を観光している際日本国内第一号店だった渋谷の HMV が閉店となりましたさよなら20年の伝道は その翌日の日本経済新聞の見出しでしたが、これを見て、唖然とした僕は深く共感をし、本当に残念に思いました。一体なぜ僕が無敵だと思ってきたこの第1号店は、このような主演を迎えたのか。昨今、音楽業界は違反のダウンロードの蔓延や、えー 海賊版無料化そして CD 販売からの手離れなど数多くの危機器に瀕しています考えてみればごく当然な糧かもしれません CD 自体は所詮脆弱で傷をつけやすいプラスチックにすぎないしデジタル時代の音楽配給には最適な媒体とは言えません では音楽自体が無形になった時代音楽そのものは消費者にとって果たして価値があるのでしょうか一つのアプローチとして付加価値が挙げられます付加価値とは文字通りあるものにさらなる価値を付け加えると意味します付加価値とは資本主義時代にぴったりな四字熟語かのよう滝に ビジネス用語として多岐にわたる分野に頻繁に出題します。音楽業界も例外でもありません。付加価値は消費者にとって非常に重要です。僕も日本の音楽業界の付加価値と直接触れ合ったことがあります。初めて日本を訪れた際、日本にしか打てない好きな バンドの特別なボーナストラックやコンテンツなどが入っている CD がようやく書いたことは非常に嬉しく思いましたまた商品の陳列やカラフルな放送とデザインにも驚きました店員の愛想も常に良かったし時より店内で催されているライブもまで見たこともありました こういう環境を作り上げることも消費者にとって付加価値です。つまり店内環境を、店内環境が良いからこそ人は商品を買いたくなるということですね。逆に僕は友達と一緒にイギリスでとあるレコード店に特定の CD を探しに行ったことがありますが、店員の態度があん,あんまりにも横平すぎて、 まるで絶対にここで買わないでくださいと叫んでるかのようでした無論僕はその店で購入せずインターネットで注文しましたまた関係があるかは判別できないもののその店は数年後廃業となりましたところでパッケージビジネス主に CD 販売から 撤退を図っている a b e x ラックスは消費者行為に現れた変化を察知し付加価値を中心に新しいビジネスモデルで成功しています。a b e x ラックスは構造改革を行い CD 販売への依存度の高い市場から離脱をし中期経営計画で、えー、感動価値創造を重視しています。 しかし、CD 販売促進に向けて、音楽業界の現状に立ち向かっている人物もいます。抜本的な経営戦略を発揮し、牽引役として掲げ,掲げられたガールズバンド、AKB48 の総合プロデューサーの秋元康氏は、斬新なアイディアで日本の音楽業界を震撼させました。 AKB48 ではなんと1年に1度総選挙が行われていますそして選挙権を得られるのは限られた人々のみですその人々とは彼女たちの CD を買ったファンですつまり CD1 枚には選挙権1枚がついているのですああほの総選挙でもこれぐらいの熱があればあ素晴らしいと思います <laughs> ちなみになぜこれぐらいの熱があるかといいますと投票数の最も多いメンバーは1年,間1年間演奏などライブの際センターポジションに立つ特権を獲得からです。秋元氏いわく心に刺さる力と応援この2つの言葉が えー、購買意欲をかきたてているのです毎年行われる継続性や、えー、ファンにとっての達成感はこれに当たりますあもちろんバンド自体の音楽やこの商品に関しましては賛否両論がありますが経緯としては奇抜なアイデアといっても過言ではないでしょうさて次は不況でも 堅調、えー、な成長を示しているライブ分野に触れてみたいと思います。CD などの音楽鑑賞、えー、と,とはまた異次元の楽しさでライブ演奏ならではの魅力はいくつもあります。例えば短距離でアーティストと実際に触れ合えることしかも昔はほんの短い時間だけでしたが今日 カメラを搭載しているスマートフォンで録音、録画をしておけば、帰宅しても会場で過ごした時間を何回も再現ができます。しかし、海賊版や無断録音などの調査権侵害の大きな壁があり、多くの会場は保護主義的な措置を取り、個人撮影や録音を禁じたり、拒んだりしています。 こういう閉鎖的な姿勢は来客に好印象を与えると僕は思えません。しかし東京渋谷のオーチャードホールではまさにこの適応に挑み、パスカードの販売を行っています。来客はこの QR コードが記載してあるパスカードを購入し、 演奏のビデオや特別なコンテンツを携帯からアクセスができますさらにこういうサービスはかなり評価され来客の4割が購入したケースもあるという実に面白いビジネスだと思いますまとめとしてさまざまなトレンドに左右される音楽業界ですが人は 音楽を聴き続けています上述のポイントを何らかの形でこれをイギリスの音楽業界にも導入したら活性化は、えー、期待されると思います。最後に皆様に聞いてみたいのですが東京オリンピックが決まってからだんだん注目を浴びつつある日本やさまざまなビジネスチャンスを抱えている日本の音楽業界には もう一隻の黒船がやってくるのでしょうかご清聴ありがとうございます